時刻は10時40分を回りました。ここからはゲストの方を迎えしてお送りします。さあ今日のこの時間はマゼラン湘南佐島エグゼクティブディレクターの長島和代さんです。長島さんこんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの長島さんというと、ね、元逗子市長というイメージが、はい、強いんですけども、実はあのもう3年ちょっと前に、初監督ドキュメンタリー映画が逗子で上映されて、はい、その際にご出演いただいて以来ということなんですけども、今日は、マゼラン湘南佐島の、エグゼクティブディレクターというお立場でご出演いただきます。で、あの BTV でもですね、このマゼラン湘南佐島のコマーシャルが流れているんですけども、まずこのマゼラン湘南渚ってどんなところか教えていただけますか。はい、今年8月にですね、はい、プレオープンということで、はい、レストランとかオープンしてるんですけど、うん、今はまあレストラン、ランチ、それからカフェ、うん、それからスーパーフィットネスということでオープンをさせていただいております。まあ、それで、はい、あの地域開放型の、サードプレイスという形で、うん、まあ、職場でもない学校でもない、はい、第三の居心地のいい場所ということで、うん、あの地域のどなたでも、ご利用できる施設になっております。うん、はい、私もね伺わせていただいたんですけど、はい、本当にですね、まさに絶景のオーシャンビューということで、でね、はい、はい、であのこちらの、今そのレストランの方ではランチ、そうですね、ライターの方ね、はい、あの味わいただけますし、はい、あとはカフェと、はい、それからスーパー、はい、はい、フィットネスがあるんですね。はい、はい、あのレストランの方では本当に、旬のもの、そして地元のお魚などを使った、そうですね、美味しいメニュー、はい、はい、うん、地元の魚、それから野菜ですね、はい、うん、はい、はい、あの本当に、ね、手頃なお値段、はい、ですよね。はい、それからあとは、スパとか、あとスパの方もねとても評判がいいということで、はい、あとフィットネスもあって、そうですね、はい、はい、あのこちらいろいろ指導してくださる方もいらっしゃって、そうですね、インストラクターがいます、うん、はい、はい、ということなんですけども、そしてあのただいま発行中の湘南ビーチ FM マガジンでも誰もが利用できるアクティブリゾート、はい、全国に先駆けてアンチエイジングラボオープンへ、はい、というふうになっているんですけども、はい、じゃあこのアンチエイジングラボについてちょっと詳しく教えていきますか。はい、はい、まあ、この、アンチエイジングラボということで、まあ、これまだ仮称なんですけど、うん、もっとその親しみやすい名前になるかもしれないんですけど、はい、どういうことかというと、うん、アンチエイジングの、まあ、日本の権威の米江義和さんっていう同志社大学の生命医科学部の先生がおりまして、はい、まあ、その先生に今監修をしていただいて、同志社大学とこのマゼラン湘南佐島、あるいは、大元のユニマットリタイアメントコミュニティが、提携しながらですね、うん、これから募集する入居者、あるいはアンチエイジングラボの会員の、はい、血管年齢とかホルモン年齢とか、うん、はい、そういうのを測定してですね、はい、まあ、例えば、森川さんが検査を受ける、うん、じゃあ20年以内にがんの発症率が 30% だったとします。でそれをじゃあ抑えようということで、森川さんにやった食事療法とか運動療法とか精神療法、はいはい、うん、あるいは美容、うん、芸術療法を提供して、はい、それで、いろんなトライをして、ライズアップじゃないんですけど、その使用前、うんうん、使用後をちゃんと計測して、はい、本人の健康になることはもちろんですけど、うん、他の外部の会社とあるいは大学とかと提携して、うん、健康器具を開発したりとか、はい、健康食品を開発したり、したりとかサプリを開発したりとか、うんうん、まあ、そういったことを今やろうとしているということですね。はい、はい、ということで、はい、こちらについてその入居される方の募集というのはこれからというふうになるんですね。はい、中川さんという社長がいるんですけど、はい、まあ、社長の考えでは来年の5月か6月ぐらいには入居者を入れたいねと言ってるんですけど、うん、まだそこはフィックスはしてないんですけど、はい、今そういう方向感で動いております。はい、はい、ということだそうです。そしていろいろね、この場所を利用しながらこれから、ね、いろいろイベントの方も、はい、考えていらっしゃるということなんですけども、ね、はい、さあこの週末にはその映画祭が、ね、開催されるということなんですけども、はいはい、長島さんどうしてここで映画祭をというふうに思われたんでしょうか。これはですね、はい、私がちょうど去年から今年にかけて、今年の夏にかけて、はい、実は石垣島に住んでですね、はい、公営塾の、まあ、リーダー塾長みたいな形で、うん、子どもたちに大学受験のために映画を撮って、うん、で、企画、撮影、取材、編集、そして、公開までを子どもたちができるようにして、まあ、その作品を、まあ、ロンドン国際学生映画祭とかに応募してたんですけど、うん、倍率もすごいので、
はい、だったら自分のところで映画祭をしてしまえばいいやということで、はい、石垣島でやって、はい、それでたまたま私がその初南佐島にご縁をいただいたので、はい、でまあ、あの石垣島っていうのは実はあの逗子葉山とか横浜から移住してる人も結構多いんですよ。ああそうですか、はい、あのそういった関係で、うん、まあ親和性があるだろうということで、うん、石垣島とこの湘南佐島で、はい、国際映画祭をやるっていうことになったんですね、うん、はい、はい、それがですね21日今度の土曜日が石垣島の会場でやる、はい、そうです、はい、ということで、はい、で22日日曜日には湘南佐島のこちらの会場でやるということで、はい、2箇所、はいはい、で長島さんはだから、連日石垣島に行ってからまたこちらに戻ってくれる、明日から石垣島に行って、はい、それで土曜日の夜こっちに逗子に戻ってきて、はい、日曜日今度佐島で映画祭ということになるんですけど、はいはい、これはコンペなんですね。そうですね、短編のドキュメンタリー映画祭で5分から15分の作品ですね、はいはい、でまあ、特徴としてはあの、まあ、学生とそれから上がシニアなんですね、うん、シニア部門を設けて、はいはい、それであのこの最終の決勝にも2作品がですね、はい、シニアの作品も入ってますし、はい、全体で予選を通ったのが23作品なんですけど、はいはい、まあ、そのうちの8作品が、うん、中高、うん、中学生高校生が作った作品ということで、はいはいはい、まあ、プロアマ、うん、老若男女問わず、はい、あの選ばれた作品が上映されるということになってます、はいはい、どんな作品が、ね、見られるか楽しみなんですけども、はい、じゃあちょっとここで曲をお届けしまして、はい、その後今お話を伺ってまいろうと思います、はい、マゼラン湘南佐島エグゼクティブディレクターの 長島和義さんをお迎えしてお話を伺っております。さあ今週末行われます第1回石垣島湘南国際ドキュメンタリー映画祭なんですけどもね、さあどんな作品が上映されるのかちょっとです、ね、教えていただけますか。はい、まあ、今回さっきも言いましたけど、学生とシニア中心に応募していただいております、はい、でやっぱり学生も、シニアということで共通するのはですね、ちょうどこれからの自分探しをする年代なんですね、うん、まあ、そういった人たちが、まあ、交流することで何か化学反応が起きないかという狙いでやってるんですけど、はいはい、まあ、実際若い人を中心にですね、大体10分ぐらいのドキュメンタリー映画が多いんですけども、うん、はい、まあ、例えばですねちょっとユニーク的なのは、はい、国際映画祭なんで、うん、タンザニアの孤児院で暮らす子どもたちが、これ小学生12歳から19歳の方、あのお子さんたちが撮ったものを日本人が指導してアフリカから応募してきた、はい、あの作品ですね、はい、孤児院の子どもたちが日常の孤児院の姿、はい、様子を撮って応募してきた作品、うんうんうん、普通の日々とかですね、はい、まあ、それからあと、まあ、同志社大学の学生が、まあ、特定 の, その宗教団体、うん、宗教団体で、その神父さんたち、うん、をずっとこうドキュメントした作品とか、はいはい、それからまあ横浜で、路上ライブをしている、うん、駆け出しのシンガーソングライターを追いかけた作品とかですね、うん、はいはい、それからまあ島で生きていくという作品があるんですけど、はい、まあ、これはあの離島でですね、うん、医療の課題があって、はい、もっとそのテレビ電話も活用した遠隔医療がもっと進んだらいいのになとか、はい、子どもたちが、まあ、高校生たちが社会課題を掘り出した作品とか、はいはい、それから、まあ、あとブルーゾーンという作品があるんですけど、うん、これはあの石垣島で99歳のおばあさんが、うん、近所商店というところをやってるんですけど、まあ、そこの商店の面白いのは、はい、お客さんがレジをするんですよ、うんうん、おばあさんやっぱり99歳なので計算ができなくなってきてるんですけど、はい、あの近所のお客さん、馴染みのお客さんたちが自分たちでセルフレジをして成り立ってるんですけど、はいはい、まあ、そういったその生きる意味ですね、99歳のおばあさんはなぜ働いてるのか、はいはい、そのあたり、はい、いろんな作品があります、はい、あのコンペではありますけれども、なんかそれぞれを見て、はい、いろいろ考えさせられるような内容がね、そうですね、本当プロからアマからいるんですけど、うんうん、今この1年3ヶ月石垣島に高校生たちに映画の撮り方とか教えてきたんですけど、うんうん、もう昔と違ってですね、子どもの頃からあのカメラを使って映像を撮ってるんで、もうちょっと教えるだけですぐ映画ができるんですね、うん、はいはい、だからあの新鮮な視点でびっくりするような、うん、美しい映像を撮ったりとか、はいはい、子どもたちっていうか高校生なりの視点とか、あるいはシニアなりの視点ということで、いろんな気づきが得られるんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、さあこの石垣島湘南国際ドキュメンタリー映画祭なんですが、はい、まあ、
21日土曜日は石垣島会場、はい、そして22日日曜日が、こちらの、マゼラン湘南佐島会場、はい、ということなんですが、はいはい、こちらマゼランの方では、はい、湘南佐島の方では、22日の、はいはい、何時からスタートですか？2時からですね、はい、2時から、6時、ね、2時から6時というふうになっております。はいはい、そういったこちらの方が、入場料の方が、はい、お一人1000円ですよね。はいはい、ということなんですけども、はいはい、なんか、20日の日に、そうですね、20日に浜風さんにチラシが配布されるということです。はいはい、そして、まだビーチ FM 聞きましたと言ってくださいますと、はい、これ入場料が半額になる。そうですね、チラシ持参か、はい、このビーチ FM を聞きましたで、半額にさせていただきます。はいはい、ということだそうですよ。はい、でこれはお申し込み、お電話番号でよろしいですか？はいはい、電話はこちらでよろしいでしょうか？そうですね。はい、申し上げますね。電話番号は046-855-3071、 046-855-3071番ということです。はい、湘南佐島、マゼラン湘南佐島でのこの映画祭は22日日曜日、こちらの午後2時からスタートということです。はい、お問い合わせはもう一度申し上げます。046-855-3071、 046-855-3071番となっております。で、場所へのアクセスというのは、こちらは車でお越しいただくか、はい、うん、バスで佐島1丁目になりますね。はい、ということだそうです。はい、逗子駅からバス出てますので、あ、はいはい、で、ホームページもありますので、そうですね、情報の方チェックしていただきたいと思います。はい、それでただいま発行中の湘南ビーチ FM マガジン56号、こちらでも掲載されております。はい、で、マゼラン湘南佐島からの、情報としまして、最後に、はい、なんか体験宿泊とかもできる？そうですね、すで、うん、にチラシなどでお知らせをさせていただいてるんですけど、まあ、入居者の募集はこれからなんですけど、うん、はい、こちらお泊まりいただいて体験宿泊ということで、うん、まあ、1月ぐらいからですね、本格的に、募集を開始させていただきまして、はい、夜泊まっていただいてご利用いただく、うん、あるいはデイユースという形で、うん、はい、これはオプションプランもどんどん、つけていきたいと思ってるんですけど、うん、例えば、逗子の、ココナッツボーイさんでウィンドサーフィンをしていただく、あるいはエヴァリゾートさんでスタンドアップパドルサーフィンをやっていただく、はい、その後にマゼラン湘南佐島を昼間ご利用いただいて休憩をしていただいたり、うん、スパに入っていただいたり、はい、ランチを取っていただいたり、まあ、そういったプランもですね、はい、決まり次第じゃらんに載せてですね、うん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 、告知していきたいと思っています。はい、はい、ということだそうですよ。はい、またね、詳しくお手伝いいただきたいと思います。はい、はい、ということで今日のこの時間はマゼラン湘南佐島エグゼクティブディレクターの長島和義さんをお迎えしてお話を伺いしました。今日どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。